皆さんこんにちは、日本人兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。2023年8月の27日、19時33分、本日の阪神タイガースの試合とあとプロ野球界全体についてなんですけども、途中まで2対0で阪神タイガースが勝ってましたよね。でその頃、お弁当を買いに行っていて食べてはいないんです。で自宅帰ってきた時に廊下から分かったっていう男性の学生ぐらい、二十歳ぐらいの人間の声が聞こえてきて、でもう一人女性の声で誰かが何か言ってましたね。もうそれがなんかちょっとこの唇のあたり多分変えられてるなっていう感じがあるんですけども、家帰ってきてから試合終わるまで、阪神タイガースの試合が終わるまでご飯食べてないです。どうせどうなるか分かってるから。で水のシャワー浴びたんです。湯使ってないでしょ。その後阪神タイガースが同点になって、同点にされてね、2対2、2-0で阪神がリードしてたんですよ。もう時間とかもう映像抑えたから本当に。でもうずっと以前から書いてる通り、もうシャワーとか浴びたらなぜか、点取られる。ご飯食べたりしたら、で巨人だってそうだったら巨人が金払わなきゃならないじゃんってね。昨日の試合でも僕テレビ見ながら言いましたけども、カメラに映ってる時間をずっとね、全国放送なのに東京のテレビ局のカメラマンが映してるんでしょ多分 NHK 昨日の放送8月26日2023年、巨人の選手ばっかりずっと映して、で、結局その方法でこちらは見破る方法を知らなかったら相手選手の方に頭の中貸そうとしたら行くんですよ。阪神タイガースの選手に貸そうとしても、日本代表の試合の勝ち負けを僕は担当していたからかもしれないですけども、絶対僕ですよ。どう考えてもそうです。全員認めてますから、プロ野球界の人たちがね。だから、巨人の、秋広っていう選手かな、彼も、ホームラン打った後その次の打席すごい悔しい思いに感情的になったでしょ。あれが本当は僕の感情だから。で本人そこまでするつもりは絶対なかったと思うんですけども、普通空振りした姿勢で止まるでしょ。まあバットこうなったりとか、その後くるっと回ってこうしてるんですよ。彼斧で巻き終わる動き、あれ自分で意図的に行いました。多分自然にそうなったんでしょう。なるんですよ、テレビで出てたら。そんな暇はない。今はね、かまど発電、要するに学校でのバイオ発電、バイオマス発電、それしなかったら学生さんとかの頃からエネルギーの残存量をしっかり終えてもらわなかったら、もう後ないよっていうことを理解しておいてもらわなかったら、車とか買って、車一回買ったら僕も経験あるんですけども、休みの日に特に理由もないのにショッピングモールとか行ったりしますから。無駄走り、意味ない、ガソリンなくなるだけ世の中から。だから未来モンスターっていう番組で、石油の枯渇地点を朝日化成さんに放送してもらってる。ちょっとね、どっから手をつけたらいいのかよくわからないと思いますけども、どうしたらいいかな。先ほど録画した内容、いかにコンピューターが暴走しているかっていうところを、岸田総理や加藤厚生労働大臣へ請願法による陳情っていうことでね、こちらの状況を述べてるんですけども、スポーツの勝ち負けというよりも我が天下とか我が天下戦国部と僕のホームページの内容をですね、コンピューターに変えられてる。でその内容を言っていて、アクセスする前のスマートフォンから急に僕の音声聞かされて、録画した動画再生されて、でもう総理こういう状態ですみたいな形でね、ちゃんとこっち今 iPad で阪神タイガースの人たちにも聞いてほしいんですけど、巨人の人たちにもね、今日の試合は絶対阪神の勝ちゲームですよね。どう考えても、僕試合終わるまでご飯食べてなかったんだから、であとシャワー水だったんだから、阪神タイガースに点が入らなきゃおかしい。でそれバレるでしょ。バレたらどうなるかって言ったら途中で言うから。で裁判官だった人の声でシーっていう声聞かせてくるんですけども、違うそれだったら裁判所まで隠蔽していたことになる。でその巨人が4対2で勝ってるでしょ。阪神タイガースが4対0で勝ってないとおかしいでしょ。
ね、でそれバレるでしょ。そして途中で僕言ったんですよ、ああまたこれ延長戦に入ってご飯食べさせてもらえないケースだって、ホームページの106番、ホームページ淡井圭介の履歴の106番、もう下の8月の27日の近辺の日付だったそう、下へ下へ新しく書き込んでいきます、書き込んでいます、もうそうしたから途中から帰れないで、そうもうちょっとね、もう嫌気させて書いてます、状況報告としてね、通報で。巨人の選手も別に悪気あるわけじゃないと思いますよ。で次どうなってるかって言ったら、その引き分けの話バレたら巨人勝つでしょ、点数入って。で他がどうなってるかって言ったら、中日と横浜の試合が延長戦で、僕はプロ野球速報で見るでしょ、確認するでしょ、バレもう僕に見られてバレてるでしょ、どうなるか。本当は同点で終わってたんだと思いますよ。だけども2-1で中日が勝ってる。ずっとこれこんな状態、こちらの精神状態として持たない。日本代表の選手が金払ってくれてないからそうなったのか僕もわからないけども、わからないよ、これあのコンピューターによってあの人間がかなり動かされてるっていうことも世間に公表した方がいい。コンピューターからだったらそのわかる、僕の動画、岸田さんや厚生労働大臣、加藤厚生労働大臣などへの、請願法による陳情を見たらわかるから。この脳を発揮されて僕が悪いのかなみたいな、どっかミスがあるのかな、これが失敗だったのかなって思い違いこのさせてくる。これがコンピューター、本当無理。ねちょっとあの人間でまとまらなかったら無理ですよ、本当に。ちょっと皆さん協力しましょう、お互いに。これが昨日の、野球の状況って言わない、無理。これで世界選手関係の世界選手権今陸上してるでしょ、無茶な時間帯に日本人なんか誰も出場しなかったらいいのに出場してるでしょ、付き合わされてるんちゃいますか。昨日の晩も中田が寝させてもらえなかったらずっとコンピューターがごちゃ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 言ってくる。誰淡井圭介のせいにしたエネルギーの残存量問題、絶対僕のせいじゃないよ。河川水門開閉式玉発電とか地下水流トンネル発電も蒲田発電も国とか大企業が動かなかったら絶対無理だから、最初から方法を言ってる。トヨタとか自動車販売店が車売るんやめたらいい、その分河川水門開閉式玉発電とか作ったらいい、ギアとかいるんだからどうせ。で65歳以上の人の免許証を強制返納させて、車の強制売却、これでもう世界中同時に行ったらいい。できなかったらもう日本単独で行いましょう。で2025年からガソリン車の販売停止、もうこれ行きましょう。どうせガソリン車があふれかえりますから、それだけで人口ずっと少子化、もう20年も少子化したところ、20年ほどもう生まれた後中古車の方が余るから。以上です。